こんにちは。日本アンドロイドの会福井支部の福野大介です。今日は国産子供パソコンいちごジャムで育てる創造的 IT 人材というタイトルでお話ししたいと思います。こちら、いちごジャム。いちごジャムあの。私が7年前に開発しました、えー、1500円から買えるパソコンです。キーボード、テレビ、電源をつなぐと、まあ、MSX のように プログラミングができてしまうというパソコンなんですけど、こちらを使って学んだ子供たちがすくすくと育っておりまして、6年経った頃になんと我が社に入社してくれる子も出てきたということで、着実に成果を上げつつある、このイチゴジャムについてお話ししたいと思います。はい。では、スライドと合わせてご紹介します。 福野大介と言います。福井高専電子情報工学科卒業で、JIG JP の創業者、会長を現在してます。JIG ブラウザーチゴジャムの開発者です。日本アンドロイドの会、福井支部の部長をしてます。プログラミングが大好きです。えー、スーパーマリオブラザーズに惚れて MSX を買ってもらいました。高専自体には Java プレットで地図アプリなんかをバイトで作ってたりして、卒業後1 0イトのアプリ、 ブラウザを作りました。ジグブラウザ30キロバイト。ジグツイ、ツイッタークライアントなんかも作ってました。現在もう続く一日一層ですが、2010年にオープンデータと出会ってサバイ市長に提案したことが実は始まりです。サバイ市のアプリ100個公開してます。今年の一日一層のヒットが COVID-19 ジャパン新型コロナウイルス対策ダッシュボードで、こちら今まで529万 PV、多くの方に見てもらっています。 情報通信白書なんかにも取り上げてもらってます。まあ、このようにですね、プログラミング好き、えー、増やしたいなということで、プログラミングを伝える活動をやってますが、今年度から小学校で必修化され、来年度で強化、再来年度には高校でもスタートします。で大学や高専のように特定の文法をやることはありませんと。大事なのは想像力の発揮のため、こちらです。 1996年経団連から出された提言創造的な人材の育成に向けてこちら非常に素晴らしいなということで創造的な IT 人材こちらを作る方法としてチゴ、えー、ジャムを活用しています去年発表されたギガスクール構想は個別最適化された学びということになってますが肝になるのはコンピュータですコンピュータの活用なくして未来なしと プログラミング的思考の図がありますが、こちら整理すると、必要な動きを分けて考えて、動きに対応する命令を作る。この試行錯誤と書いてあるんですね。つまり、プログラミング的思考は、我々が言うプログラミングの活動そのものだな、というふうに理解しました。こちら、科目にはならない。点数はつけないので、どんな科目でやっても OK です。 また、時間数に指定がないので各学校自由に活動できます。サバ市では小学校4年生の総合の2コマ、45分の2コマを使うのと、クラブ活動、4年生が6年生の課外活動でプログラミングをやってます。伝えることは2点のみ、やばさと手軽さです。子どもパソコン1号ジャム、1号で変えてジャムセッションのごとくその場でサクサクと作れるのが売りになっています。 このように2人ペアで取り組んでいますが、去年からサバ市全12小学校でこちらいちごジャムを使ったプログラミング教育をやっています。内容はですね、まずこのいちごジャムに触れてみようということで、コンピューター自体にこう実際触ってもらうと。これがコンピューターだよで。このコンピューター、なんとお値段100円です。安いですね。このように起動すると、 カーソルが出てきまして、コンピューターと話をハローと呼びかけても、返事はないですが、キーボードを使うと、文字が出ます。大文字です。エンターを押すと、返事が来る。シンタクセラー。英語ですね。かっこいい。知らない言葉だな、ということで、どんな言葉を言っても、ちゃんと何かしら反応があります。LED、つけてもらいましょう。LED1 と書いて、エンター。 光ります。OK と返事が返ってきますね。このように会話するっていうところから、すごく楽しんでもらえます。次に、やばさですね。コンピューターやばい。LED1、コロン LED0。LED つけて、そして消してってやると、一瞬だけピカッと光るんです。一瞬です。声問題。さてこの一号ジャムのコンピューター、1秒間に何回計算できるでしょう。これをするとですね。 みんな可愛く100回とかいうふうに言うんですが、正解は5000万回。50MHz ですからね。5000万回です。早いですね。もちろん、現代のコンピューターも大変なのい,いっぱいあります。iPhone だと1兆回、MacBook Air だともう10兆回です。K で 1K 回、富岳で 100K 回、いちごジャムなんと200億台分。まあ、こういうものすごいあの計算速度が現代の社会を支えている。まあ、そんなことを実感してもらいます。 ここから、いちごジャムのゲーム作り。ちょっとライブコーディングしてみたいと思います。はい。こちら、いちごジャムウェブブラウザで動くいちごジャムです。このように LED10 できます。フルスクリーンにします。CLS、画面を消す。ゲーム作りを CLS から始めます。X って何 ?15。変数ですね。次に、 主人公を登場させます。猫さんです。出ました。敵を出しましょう。ランダムな場所に敵が出ます。O220 で繰り返し動き始めました。早すぎるのでウェイトを入れます。いい感じですね。動かしたい。 こんな時はこれで目標になります。まだ当たっても判定がないので終わりません。最後にもし if スクリーンコンマ後見て何かあれば end 書くと。 当たったたっらりりゲームが出来上がりましたこのような授業、あの100%満足してもらいたいなというふうに思っていて、アンケート結果、100%満足、も、えー、っとやりたい、そしてみんなが面白いというふうに言ってくれています。科学よりも体験、まあ、こちらをあのプログラミングでは大事にしています。 動画でこのような授業の流れを紹介しているので、もしご興味あればチェックしてください。もっと手軽にということで、まあ、いちごジャムの機材、用意がちょっと大変だなという方には、いちご大福。いちご大福。いちご大福。このダイナブックに近いいちご大福できました。いちごだけを差し込んで即起動します。でもっと深く。 ハードやハンダ付けなんかを体験したいなという子にはできます。自分で組み立てるパソコンにいちごジャムなので、ハンダ付けからできます。小学校1年生の子。そして、コンピューター、もっと深く、マシン語編。このようにですね、いちごジャム、本当に秒間5000万回計算できるのと実は一応ベーシックだけ使ってもできないんですが、マシン語を使うとできるんだよという教材をオープンデータとして公開しています。マシン語を使ったオールマシン語フダイ。 なんかもできますし、C 言語を使ってコンパイルすることも、ラストを使ってコンパイルすることも、Ruby on Jam。2KB で Ruby の VM を作りました。こんな形もできます。このようにですね、想像、発表、学習。このループを、どの田舎でもグローバルに回せちゃう。こんな素敵な世の中です。大事なのは、想像が好きになるきっかけ作りだと思っています。 ぜひあの全員の子たちがプログラミング楽しいなと思ってその中でクラブ活動をする子でそしてもっとやりたい子は地域のクラブ地域 ICD クラブを作ってあげましょうその中から地域で高度な IT 人材が生まれていきます鯖市では IT 学びのコミュニティとして花道場を運営していますまた福井県内の小学中中学生向けに越前がいロボコン えー、金沢では可能が二ロボットコンテスト、まあ、こういうコンテストにみんなでチャレンジする、まあ、そんな場を、えー、いろんな各地で用意できたらなと思っていますまたこの自由に展示する場 NT サバエを毎年開催していて来年も開催予定ですこれからの時代に大事なサイバーセキュリティサイバーサクラは中高生向けにサイバーセキュリティを学ぶコンテスト、えー、運営しています こうした学びの最先端をサバエからぜひ広げていきたいなと思ってさまざまな取り組みをやっておりますが今年アイ貨若松で寺子や花がオープンしましたぜひ皆さんの街でもご協力できればなと思っていますプログラミングクラブネットワークすべての子供たちにプログラミングをこんな活動も7年前から始めてましてざまなイチゴジャムを含む教材の販売情報共有なんかを進めています アフリカにも行きました。一番大きなイベントは PCN 子どもプロコン。今年度も開催していますが、第11回目になりまして、過、ま、去、あの作品で好きなこのお母さんのスマホを使いすぎを防止するマシン。まあ、こういったかわいいユニークな作品が小中学生から続々と寄せられています。プログラミング、この楽しさをぜひ皆さんの街でも伝えてみませんかということで、まあ、Android の会の皆さんをぜひ ですね。あの、プログラミングラブネットワーク。あの、こちらもチェックしていただければ幸いです。え、以上、日本アンドロイドの会福井支部、c j p の福野でした。ありがとうございました。